チー牛の俺は流行りに似合わんし。の結果がチェックのシャツにジーパンやぞ。チェックのシャツ <laughs> いや、あの、流行りとかじゃないねん。なんでさ、チー牛ってチェックのシャツ好きなんだろうな。ジーパンはわかるよ。あと、チー牛はね、なんか血のパンも折り返してチェック柄があるやつとか履くんよ。どの層に人気なん <laughs> 震えるで、ほんまに。ジーパンは、うーん、まあセーフっちゃセーフなんやけど、うーん、できたらその、 その流行りに乗せて、スキニーぐらいにはしてもいいかもな、スキニージーンズ。まあ、スキニーだったら多分一定のオシャレ需要は満たしたんやけど、洋服について一番ダメなのってどこかわかりますオシャレな洋服っていうのを着るにあたって、一番気をつけないといけないところっていうのがあるんですけど、どこか皆さんわかりますかスキニーって何やばいスキニーって何税がおった。そう、サイズですね。サイズなんです。だから、 皆さんチはね裾合わせととかしたことありますちゃんとズボン買った時に裾上げってしたことありますチの皆さんは多分したことないんで,すよ、ね、でさらに上の服もそうなんですけどぴったりしたサイズを着るだけですごいよく見えるんですけど自分に合ったサイズがよく分かってなくてチビのくせにダボダボの服とか着たりする人いるじゃないですかチビにダボダボの服ってかなりダメなんですよね。 ちびこそジャストサイズの服を着て似合ってるっていう風に持っていくことができるんですけどちびは自分の体型を隠すためになんか上も下もダボダボにしちゃうことって結構あるんですねそれって良くないんですよ本当にもっとちびに見えるんですよそこそこのデブがデブ隠しをするために若干大きい服着るこれは服的に OK なんです着やせするんでちびはちびに見せないガリガリに見せないためにある程度のぴったり感があった方がいいんですかかけるダボはそうですねほんんまになんか ちっちゃ細みたいな女の子っぽい感じになってしまいますよね今本当に黒スキニー一本あれば別にって言われてるくらい男のファッションってとりあえず好きにみたいなとこあるじゃないですかはい、はい